やあ霊夢。やあマリサ、前回の動画で紹介した装備すごかったよな。あれは衝撃的だったわね。今回新しく装備の情報が出たから紹介していくぜ。まさか今回も衝撃的な内容に。それは見てのお楽しみだぜ。紹介よろしく。まずはこちら、刻み装備。あの釜のモンスターの装備ね。丸みがほとんどなくトゲトゲしい感じがいいわね。過去の作品では切れ味系のスキルがついていた。上位に上がったらまずは刻みから、というぐらいの性能だった気がするぜ。今回はどうなるか楽しみな防具の一つだぜ。女性用の装備は女性騎士って感じでいいね。腰の探検もおしゃれだぜ。ガルク装備は非常にスタイリッシュ。これはモンスターもだけどハンターも傷つけそう。触れるものみな傷つけた。なんかの歌詞っぽいわね。オリジナルです。どうしたんだい霊夢。いやいやおかしいでしょマリサ。ガルクはかっこいい装備なのに、同じ素材を使ってなんでネタ的な見た目なの。しかも下半身はほぼ露出状態。アイルーの立場が完全にネタ枠に収まりつつあるじゃない。そんなことより霊夢、もっと注目すべきポイントがあると思うんだぜ。こどこ？背中の殻。あ、これはグラビモス対戦。そうバサルモスの生態グラビモスだぜ。上位に登場すると思っていたら、まさかのマスタークラスから参戦。どれだけ強い状態で登場するのか楽しみだぜ。お次はビステンゴアッシュ装備。天狗っぽさが出ててかっこいいわね。色合い的にも通常種よりこっちの方がいいわ。背中の翼もおしゃれでいいわね。重ね着の組み合わせで面白そうだぜ。ただ基本的にはノーマルの見た目と同じ。腰の部分など細かい部分が違うぐらいだぜ。この辺は好みで使い分けって感じね。大きな変化はないので完全に色の好みだと思うぜ。私はアッシュの方がこんがりしてて好きだな。こんがり。残念ながらお供装備の紹介はなかったぜ。これ以外に紹介された防具は奇出モンスターのマスタークラス。明けのシルム防具は剣のデザインが違うぜ。どこかの魔王を倒せそうな剣ね。体験の見た目もそんな感じに仕上がっているぜ。全体的にスタイリッシュな仕上がりでいいわね。四つ身は同装備は甲羅感が薄れ、毛っぽさが増量。これはサバイバルスーツ感が出てていいわね。ギリースーツってやつだな。草原や森林に隠れてスナイプをしたいわね。腰の爆弾や胸の弾丸もおしゃれ。腰の銃や探検のアクセントもいいわね。上位装備よりこっちの方が好きだわ。ビステンゴ装備はさっきのアッシュの色違い。特に変わり映えしないので飛ばすぜ。お次はイソネミクニ装備。こちらも全体的な変更はなく細かい部分が違う。腕の部分は結構違うのね。甲冑っぽさが減ってヒレ素材のマントになっているぜ。あとは背面の模様と頭部のデザインがちょっと違う感じ。こっちの方がイソネミクニ感あっていいわね。以上が今回公開された装備だぜ。マスタークラスは結構ネタ系の装備が増えそうね。できれば他社コラボ装備も欲しいところだぜ。コナンの犯人役の黒タイツ、半魔裕次郎とかあるといいわね。これはサンブレイクに期待したいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。